希釈平板法とは、微生物の分離法の一つで、調査対象とする資料を、無菌の希釈液に合わせて、見学液を作り、これを適当な割合で希釈し、寒天平板培地に広げて培養するものである。単独細胞由来のコロニーができることから、量的計測に利用できる利点があり、そのような目的にも用いられる。微生物の分離培養法の標準的な方法と、目されている。 例えば、陳貸を他編の土壌菌類の分離法として、以下のような方法が解説されている。これは、比較的単純な希釈平板法の手順である。蒸気のように、微生物を探し出すべき資料を、液体中に見学させ、それを様々な濃度に希釈して、観点平板上に広げて培養するのが、希釈平板法である。微生物の細胞は見学させることで、 治療液体中に均等に散らばることが期待できるので、その一部を取って、寒天の上に広げると、それぞれの位置で繁殖を始め、一定時間の後にはそれぞれに、コロニーとして検知できるようになる。うまくいけば、個々には単独の細胞から出発したコロニーが散らばって出現するので、それをもとに純粋培養を始めることが可能になる。対象となるのは、寒天培地で培養が可能で、 それもある程度以上の速度で増殖するものに限られ、具体的には、細菌類と菌類が普通の対象である。希釈段階と、その培養結果、もちろん一つのシャーレに入った細胞が多すぎた場合、コロニーが互いに接触したり重なったりすることになるので分離は難しくなる。そのために通常は10倍希釈と100倍希釈と1000倍希釈という、 風に何段階かの希釈レベルの資料を作り、同時に試行する方法が用いられる。分離だけを考えるのであれば、コロニー間の距離が大きい方がいいので、希釈率は高い方が有利であるが、シャール一枚にコロニー一個ではもったいないという感覚はある。他方で、このようにして出現したコロニーの数がその資料に含まれていた細胞数に当たると考えることができることから、 この方法は元の資料に含まれていた細胞の密度を測定する方法として用いることができる。つまり微生物の量的測定の方法とすることができる。そのような観点から見ると、もちろん正確な係数のためにはシャーレに含まれる。コロニーが多すぎるのはコロニーがくっつきあったり、重なったりする恐れが大きいので望ましくない。他方で少なすぎてもその値からの推定に、 不確かさが大きくなる。蒸気の土壌菌培養の例では、シャーレ1枚あたり40から50個以下程度のコロニーが出現するような希釈率を選ぶべきであり、できれば予備実験で適する希釈率を調べるべきとしており、また係数を重視するなら、同一の希釈率で平板を5枚は用意するものとしている。資料を見学させる前、あるいはその際に、 薬品や熱を加える等の処理をすることで、特定の生物を選択することができる。例えば青カビや麹カビの完全世代を得るためには、全処理で加熱をした方が出現しやすいことが知られている。また、牡蠣のように希釈液を寒天が固まる前に加え、そのまま混ぜて固める、混釈法ではさほど高温でなく、また短時間であるとはいえ摂氏40度程度の熱が加わることになり、 これが加熱の全処理をしたことになると考えられる。解散の細菌には温度に感受性が高いものがある。ため、それを対象にする場合には寒天を固めてからその表面に広げると待つ方を用いなければならない。剣濁液は飼料を液体に混ぜ、均等になるようによく攪拌浸透をすることで作る。固形物であれば粉砕して混ぜる。より均等な剣濁液を得るために、 マグネチックスターラーを用いたり、超音波を利用する例もある。加えて液体は淡水及び、陸上のものを対象とする場合、単純には蒸流水でよく、金類学では、水道水を滅菌したものを用いる場合もある。他方でより特殊な溶液を用いる例もある。0.05から0.15%程度の濃く、薄い寒天溶液を用いるのは、良い見濁液を得るのに適している。 また、海面活性剤であるポリソルベートもよく用いられ、また、干渉液を用いる例もある。資料を寒天場一全体に広げる方法として、以下の二つがある。トマツ法白金線による、トマツの結果トマツ法はあらかじめ固めておいた、寒天平板の表面に希釈液を塗り広げる方法である。そのための方法はいくつかあり、例えば白金線を使う場合、資料を 白金線の先端につけ、その先端を寒天表面に押し付けて引っ張り、寒天状に塗り付けていく。先端は幅の狭い線を描くので、寒天表面にグネグネと曲線を描くように長く引っ張る。この方法では、白金線の軌跡に沿って、コロニーが点々と生じる形となる。特に最初に触れたところでは、細胞数が多く、密度が高くなることが多く、 後の方になるに従って、コロニーの間隔が大きくなるので、その部分で分離を行うことになる。従って、係数を行うには向いていない。コンラジ棒。ウ。観点表面に希釈液を広げる道具。より前面に均等に凸圧するには、ガラス棒を使う方法がある。ガラス棒の先端を三角など、とにかく先端が横棒となる形に折り曲げたものを、コンラジ棒といい、これを用いる。 まず寒天の表面に資料を適化し、その上からこの横棒の部分を寒天に密着させて滑らせることで寒天表面全体に塗り広げるものである。その際資料が多すぎると寒天の表面が乾かずコロニーが密着しがちになるので0.1ミリリットル程度にする。なお均等に塗り付するために寒天場位置を回転させるターンテーブルが市販されている。 混浴法混浴法は、寒天培地と飼料を混合して、平板とする方法である。寒天培地は、摂氏40度程度までは固まらないのでこの段階で、飼料を混ぜ合わせると細胞が死なないままに、寒天培地に混入させることができる。そのような固形化しない程度に低温になった寒天培地に飼料を一定量加えて混和し、それをシャーラ内に流し込んで平板を作る。 出現するコロニーは、寒天の内部に出現する。なお、この方法でも表面に出現するコロニーはあり得るし、その場合には、コロニー同士がくっつきやすくなり、また寒天中のコロニーとは様相を変える場合がある。これを避けるために資料を混和した寒天媒地の平板を作った後、その上に、無菌の寒天媒地を流し込んで固める方法がある。これを重層媒地といい、こうすることで、 すべてのコロニーが観点内に出ることになる。培地はその目的によって使い分ける。特定の対象を求める場合にはその菌種がよく発育する培地を選び、またそれ以外の生物が発育するのを制約する成分や、あるいは目的の菌種が発育した場合には特定の色を定する成分を加え、確認の助けとする場合もある。このような培地を選択培地という、 それに対してより広い範囲の種群を対象にする場合にはより一般的に使用される配置を選びそのようなものは非選択配置というただし完全な非選択配置となるものは存在せずその結果を判断する際にはそのことを考慮しなければならないその他に例えば菌類を目的にする場合には細菌の繁殖を抑えるためにクロラムフェニコールなど 構成物質を添加するといったこともよく行われる。この方法は微生物を扱う場合にごく基本的かつ普遍的な方法と考えられている。例えば微生物研究法懇談会では分離法の冒頭にほぼこの方法のみしかないかのような触れ方をしている。ただしこの方法にも問題はあり、また微生物の培養一般に関わる問題も合わせて考える必要がある。 まず一般的に微生物は培養ができなければ確認できない。また培地によって培養可能な生物が異なる。すなわち特定の培地を使う限り必ず確認できない生物が存在する。この方法については根本的な問題点としてその資料中に存在する生物間の関係を破壊した形でしか調べられないという点がある。これは例えば寄生性など 他の生物の存在なしには生育できないものが絶対に出現しないということである。また成長の早いカビなどが出現すると他のものがそれに覆われて分離し難くなる場合がある。また成長が早くて胞子形成の良い菌種が優先して分離される傾向がある。その上で分離法としての利点はうまくいった場合には単細胞由来のコロニーを得られやすいという点が挙げられる。 また、希釈率を上げた場合には、出現率が低い菌が分離できる場合がある。他方で、係数法としてはこの方法は便利ではあるものの、以下のような問題点が指摘されている。分離法としての使用も含め、分別に述べる。細菌類については、肉重倍値で、希釈平板法を使うのが、古典的には、標準的な手法であり、例えば土壌中の細菌数を調査するにはこの、 方法を用いる。ところが、土壌資料の検索液を顕微鏡で調べるなど直接に細菌細胞の係数をすると平板法での計測数の10から100倍、あるいはそれ以上に大きい値が得られることが古くから知られてきた。これは、自然状態の土壌では、細菌の大部分が不活性な状態にあるためとの考え方もある。また、 蒸気のように倍地の種類によって出現する種が異なるから、それによるとの判断もあり、これを倍地選択性説という。ハットリはこの方法の考え方の基本をパスツールからコッホへという微生物学の系譜に見ており、生きている細菌は栄養があれば必ず繁殖してコロニーを作るとの判断に基づくものだと述べた上で、土壌微生物学はそこから脱却する。 様々な考え方を発展させてきたことを紹介している。例えばビノグラドフスキーは土壌細菌には人工場一常では容易に生育しない土壌固有細菌が多く含まれているとの説を唱えた。また土壌粒子を超音波で破壊すると細菌数が増えることから多くの細菌が土壌粒子の表面や内部に強く吸着されていることも示された。 さらに培地中の栄養分濃度を通常のものより1万倍程度に希釈することでより多くの細菌が出現することなども示されている。これらは自然界の微生物世界が複雑な構造のもとにあり、また微生物の性質も極めて多彩で栄養を与えればすぐに繁殖するというような単純なものではないこと、また従来の実験技法が機械的で単純で、また 人間本位であることによると彼はまとめる。現在では土壌中の細菌のうちで平板培地上で検出できるものの割合は0.3%、海水中のそれは0.1%以下で時には0.0001%でしかないことが知られている。また低栄養の培地では出現菌数が増えることに関しては微生物学が病原菌の研究を基礎に発展したため、 標準的に用いられてきた培地が病原体向けのものであり、例えば人体の構成成分とその濃度は自然界に普通にある状態よりはるかに高いことに起因すると考えられる。現在では土壌菌検出のための非選択培地としては肉汁培地を100倍に希釈して用いるのが普通である。菌類では問題はもっと複雑である。最近の場合、 基本的には単細胞であるから、希釈平板法におけるコロニーの出発点になるのは細菌本体である。それに対して、菌類の体は普通はより大きくなる菌主体であり、希釈平板法では胞子がコロニーの出発点になると考えられるからである。つまり、媒地の問題以前にこの方法による結果はそこに生息している菌類そのものではなく、 そこに存在する胞子を反映するものになる。もちろん土壌中には多くの菌類が胞子を作って生育しているのではあるが胞子を作っていないものも多く存在することは容易に想像できる。例えばウォークアップは観点媒地に土壌下流そのものを観点媒地に混浴する土壌平板法によって腐敗カビピテウムを土壌から分離することに成功したがこのカビは いわゆる弁毛菌に属するものであり、土壌中では、菌糸の状態で生育し、自由水がある時にのみ有層子を生じるものと考えられる。このようなものはこの方法では出現する、可能性がほとんどない。彼はまた土壌菌の生態学と研究法について、多くの研究を成した。土壌から、希釈平板法で多く得られるものとしてはケカビムコは、コージカビアスペルギルス、 アオカビペニシリウム、トリコデルマトリコデルマが挙げられるが、これらはいずれもとてもよく胞子形成をする菌として知られており、この方法では、このような菌にとってとても有利であることを述べ、それによる結果が実際の土壌における菌の密度や状況を反映しないとした。そしてより現実の土壌菌類症を知るための様々な方法を工夫した。蒸気の土壌平板法はその一つである。 なお、菌類学会編では、希釈平板法と蒸気の土壌平板法を区別せず、単に資料となる土壌の処理法の違いとみなしている。つまり、圏落液の上積みを取るか、土壌下流を含めるかの違いである。おそらくは、菌類の場合には、菌主体そのものを分離源とできるように、下流込みでなければ、菌床を反映しがたいとの判断が成立したためと考えられる。 もちろん土壌下流を含めた場合には、係数法としての使用は制約される。蒸気のような問題点は、対象が基地の微生物の場合には大幅に緩和される。その性質がよく知られているものが、対象の場合は、その生物を培養するのに適した培地を利用できるし、その生物が生育する環境を用意することもできる。場合によってはその生物の繁殖を邪魔する生物を、 抑えることで、その出現を容易にすることも可能である。例えば大腸菌は、水質汚濁や汚染の指標生物とされており、様々な場合にその密度を測定することが求められている。そのような場合には多くこの方法が用いられてきた。例えば、月水の水質の検定方法等に関する省令では、大腸菌群数を測定する方法として、資料1 0トルに、 生理的食塩水 90ml を加えて希釈し、その希釈液からさらに100倍希釈液を作り、1ml ずつをシャーレにとり、デソキシコレート寒天ワ地で、重層平板として培養することが定められている。ちなみに、蒸気ワ地では、大腸菌のコロニーが赤く染まるので簡易的に、肉眼でも判別できる。なお、現在では、大腸菌係数法としては MPN 法といって、 液体培地を加えた試験管に資料を細分して入れ、大腸菌が存在すれば、その発酵作用によって発生するガスを検知する方法が開発されており、そちらが広く行われている。しかしこれには一定以上の資材や設備を必要と、するため蒸気の希釈平板法も用いられ、また改良した培地も作られている。賃貸保管編。 P132 タオをか編。P132 宇田川ほか。P38 日本金額改編。P426 日本微生物生態学会編。P57 タオをか編。P31 タオをか編。P290 この項は、微生物研究法懇談会。P67 から68日本、微生物生態学会編。p 6 2本金額改編。 P427 微生物研究法懇談会。P67 チンタオ保科編。P32 日本金額会編。P426 日本金額会編。P427 石沢鈴木 P15 から16ハットリ。P56 微生物生態学会編。P85 微生物生態学会編。P60 石沢鈴木。 P33 ウォークアップ平成26年4月22日国土交通省環境省令第1号医師だ。杉田 P73 から80。ありがとうございます。